フェズ駅、フェズ駅は、モロッコのフェズにある、鉄道駅。地方路線も発着するが、長距離列車が主となっている。主要路線フェズは北、モロッコを東西に結ぶ、幹線上にあり、東側にあるウジダやナドール、北側にあるタンジェには直接、また、メクネスを経由すると、ラバト、カサブランカ、マラケシュに行くことができる。モロッコの主要路線の一部は電化されている。 東西方向の幹線上に位置するフェズは電下区間の端にある。タウリルとウジダ、ナドールへ向かう鉄道はディーゼル車である。一方、フェズ・タンジェ間の路線は電化されている。ナドールやウジダからは毎日4便のフェズ行きの列車が出ている。ウジダ行きの列車のうち1本は寝台列車であり、このチケットを買うと昼夜利用することができる。フェズから ナドールまでの所要時間はおよそ6時間、ウジダではおよそ5.5時間である。フェズからメクネスを経由して、ラバトやカサブランカに至る区間は最も電車が多く、走る区間であり、1日18本ある。このうち8本はカサブランカからさらにマラケシュまで走る。マラケシュ駅までの所要時間は8.5時間。モロッコ国鉄は鉄道を運営しており、路線の近代化に、 大きな労力を費やしている。マラケシュやフェズの駅は再建され、タウリルトナドール間の支線が2006年から2009年にかけて建設された。さらに、メクネス周辺では鉄道をバイパス化する工事も行われている。タンジュカサブランカ間の高速鉄道も建設されているが、フェズには至らない。ありがとうございます。